皆さんこんにちは。それではね、ゼロの伝説ムジアの仮面の続きをやっていこうと思います。それでですね、一つ、歌を覚えました。時の逆さ歌と時の重ね歌、二つか覚えました。で、時の逆さ歌については、時の流れを遅くできる歌らしいです。はい、あのね、時の流れがあまりにも早いから遅くする方法ないかなって思って調べてみたら、時の逆さ歌っていうのが出てきて、でそれはね、この時の歌を、逆さに歌うんですよね。あ、間違った、ちょっと待ってね。一回ちょっと、これね、時の歌、時の歌ってあの YLR で一つの組み合わせなんですけど、それを逆さに RLY でやると時の逆さ歌になって、時の流れが遅くなるらしいです。ちょっとやってみよう。よし、でこんな感じでね、遅くできます。嬉しいね。はい、で時の重ね歌については、ここではちょっと吹かないんですけれども、時の逆さ歌、RLY を、2回ずつ吹く。あ、違う、間違った。RLY の逆だから YLR か。YLR、 そうそう、時の歌をね2回ずつ吹くといいらしい。だから YYLLRR で吹くと時の重ね歌になって時を進められるらしいです。はい、とまあそんな感じでね、時の流れが遅くなったから、沼地の方に行こうと思うんですけど、それより前にね、一回動画をね見直してみて思い出した。なんかあの、人間の姿に戻ったら大妖精の泉のところに来なさいって大妖精様に言われていたのを思い出したので行きます。はい、よし、妖精の泉、どうもどうも、こんにちは。若者よ、私の願いを聞いてください。仮面をつけたスタッキーというバラ、あ、そっか、あー、これやんなきゃあかんのか。はい、よし、じゃあちょっと妖精さんを一体捕まえてこよう。はい、戻ってきました。妖精の場所ね、どこだったっけっていろいろ回ってた、遅くなってしまった。はい、どうもどうも、2度目だな。ちょっと、そして親切な若者よ、バラバラになった体を元に戻してくれてありがとう。私は魔法の大妖精、今の私にはこれくらいしかできませんが、お礼にあなたの疲れを癒して。あれ、ちょっと待って、四方の神殿に私と同じようにバラバラになったはぐれ妖精たちがいます。どうか妖精たちを見つけ、元の大妖精に戻してあげてください。お、バラバラになった妖精たちが怖がらないようにあなたに良いものを差し上げましょう。あ、これすごっ、お面すごっ。かぶると神殿にはぐれ妖精反応し、髪が動いてお知らせ。見つけたお面にはぐれ妖精が近づいてくる不思議なお面。へえ、面白い。はい、やった、機械だときはいつでもよし。はい、ありがとうございます。こんな感じなんだね。よし、じゃあ南に行きましょうかね。早速次の土地にね、よいしょ。あー、こっちじゃないね。あー、ついにダンジョン界になるのか、緊張します。その前にセーブをしましょう。そう、それでね、私あの、まあ、ネタバレはコメント欄に書き込まないでねってお願いさせていただいたんですけれども、ちょっとね、これ気づいてないだろうなっていうのはバンバン言ってください。本当、逆にそっちの方が助かります。なんかあの、これなんかこの例えばハートのかけらとか見つけてないんだけど、でも大事だ、なんか絶対気づいてないだろうなっていうことあると思うんですよ、見ている方からしたらね。そういう時はね、全然教えていただければ
助かります。逆に、はい、よし、じゃあ行くか。これ君待ちなさい、この先の沼に何か用かい。町の外は物騒だが、君のような子供を一人で外に出すわけには。ケン、失礼、子供扱いして悪かったね。この先は沼のあるウッドホールだよ、気をつけて。よし行こうか。ちょっと待って、ちょっと録画時間を見よう。あー、13分か。よし、おー、やばい、ちょっとテンションの上がる音楽だよ。よいしょ、それにしてもどっちに行けばいいんだろうな。え、なんか変なのいる。倒せた。お、これはどこに飛ぶのかな。あ、そっか、チビちゃんになんないといけないんだ。ん、なんか変な声した。あ、またいるの。好きね、あんた。あ、なんか宝箱ある。ここはチビちゃんになるか。うん、届かないか、さすがに届かないね。ここからはいけるかな。あ、無理そう、無理そう。宝箱があるから取りたかったけど、よし、まあとりあえず行くか。にしてもどこに行けばいいだろう。あ、敵見っけ、こんにちは。ほいほい、ふふふふふ。ほんと、なんか時の流れが一気に遅くなったからいい感じですね。おお、懐かしい、デクババ懐かしい。私はどっちに向かってんだ。こっち、どっち行けばいいんだろう。これはチェック、シャトーロマーニの里へお立ち寄りください。へえ、敵が普通に出てくるんだね。もうここも、あ、なんか飛んでるし、飛んでるし、誰かいるし、こいつついてくる。パターン、ほら来た。よいしょ、こんにゃろ、死なないか。あ、どんどん下に落ちてくる。あ、くそー、これは、よいしょ、こっち行っちゃったけどいいのかな。ミルクロード、あれ、チンクルスワン？あ、ここは？うん、セーブポイントだ。よし、行く方向は合ってるんでしょうか。チンクルさん、あ、これはシャボンで落とさなきゃいけないパターンかな。うわー、よいしょ、ほっ、イエーイ、こんにちは。よいしょ、も、緑の服、白い妖精、みんな妖精さん。あ、はい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 、最初の紹介は一緒なんだね。チンクの書いたマップ買う。あ、お金足りない。ロマニー牧場グレートベイ、はいはい、あ、にずるなよ。ここは、あ、ここがロマニー牧場。誰かが悪さしてロマニー牧場への道を塞いじまったんだ。爆弾が必要になるパターンですね、多分。あ、また浮くのか。お前浮くのか、チンクルさん。
性だ。ここは拷問トラック。なんか沼地からなんかどんどん遠ざかってる気がする。まあ、ちょっと探索しますか。お前新鮮なミルク買わねえか。ここだけの話、隣の ロマニー牧場ミルクは実はかなり薄めてあって飲めたもんじゃないぜ。うちのはそんなことなしないからいつも新鮮。栄養待って、これほんと普通に安くするかどうだ。お金持ってないんです。なんか逆にうさんくさいっぽいね。おお、なんか予定が。馬の調教所、なんかすごいいじめられてそう馬が。うーん、じゃあこっち方向ではないのか。じゃあ戻るかね。よいしょよいしょ。マップに戻って、どっち行こうかな。逆方向だったりして全くの、うん、なんだここは。なんか全然沼地じゃないところに来てるんだけど、ここはどこかしら。よいしょ。あ、なんか宝箱ある。来ちゃったかな、もしかして。ちょっと待って、方向がわからん方向がわからん。だっていうか、それこれ普通に南に行けばよかったのか。ああ、イベントになったよ。うん。あ、これこれ懐かしいな。初めてスタルキッドと会った時の落書きよ。ここに初めてトレイルと来た時、あいつは友達と喧嘩して一人ぼっちだったって言ってた。ここで回想かな。かわいい。あ、ちょっと雨宿りしようみたいな感じの流れになって、え、トレイルが、トレイルは赤く光るのかな。でスタルキッドに会ったと。スタルキッド泣くんだ。あー、かわいい。なんて微笑ましい光景なの。あったかいんですかね、チャットとかトレイルは。スタルキッドは素はいい子だと思うのよね。仮面かぶって悪い子になっちゃった感じ。あー、かわいいかわいい。スタルキッドなんだろう、カッパに似てる顔の感じ。ちょっと今回は探索だけの回だったんですが、まあそりゃ確かにいたずらばかりしてみんなから相手にされないけれど、だからといってあんな恐ろしいことするなんて。ああ、ムジュラの仮面から思ったばっかりに。そうね、
まさかこんなことになるなんて言って思ってもなかったでしょうな。よし、じゃあそのためにも止めようっていう言いたいんですけれども、今回はここで終わりにしようと思います。ちょっと目の前に敵がおるな。はい、よし、じゃあ次回またね、続きをやっていきましょう。ダンジョン界にならなかった、もうただ探索しただけみたいなね。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら、プリーズサブスクライブの枠組みのところをクリック。スマートフォンの方はご覧いただいているページのチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。それではまたのお越しをお待ちしております。